YouTube! ポチ皆さんご存知の通り、今日も前歯ありません。そんなことは気にしません。今日はね、まあ、いつも食べてばっかりなんで、ちょっと違うことをちょっと紹介していきたいと思います。僕ね、まあ最初、ね、週始め会社出勤して、まあ、週末まで帰らないんですけど、まあ、その帰らない族の必須アイテムちょっと今回紹介させていただきますので、ね、絶対ねこれはね本当にもう車中泊にも絶対って言ってることあった方が便利、まあ分かると思うけどちょっと紹介させていただきますので、よろしくお願いします。ヒヤヒヤタナチャンネル、さあ紹介させていただきますよ。これ車載冷蔵庫、車載冷蔵庫ね、これいいでしょ、ほんと便利。これね18リッターやったかな、うん、ちょっと大きめなの、大きめになり感じなんかな、うんうん、これねすごいですよ。これね、まあ電源は12ボルトから24ボルト対応ですね。まあ、幅広い、まあ、乗用車、一般車ね、一般車も使えてトラックも使える感じになりますね。12から24、まあ、勝手にそのまあそのままとりあえず設定ね、なんか電圧の設定まああるみたいなんで、まあ、それも説明書書いてるんでね。一応、まあ、基本的には刺したら使えます。ね。シガライター刺したら使えますんでね。うん。で、すごいの、これ、これすごいよ。温度設定ね。これすごいよ。すごいよ。アップ、ダウン、これね。ちゃんとあって、こう、ほら、ライトついてるでしょ、これ。今3度。今3度に設定してます、3度ね。で、ダウン、これね。これ、すごいよ、ほら。ほら、これ、これ、見える。見える。ちょっとライト見えるかな。2度、3度、マイナスよ。確か10度、20度か。マイナス20度までできるよ。20度よ、ほら。20度。20度やったらもうアイスクリーム入れれるよね。うん。20度ね。これ戻しますね。こうやっていくと、3度ね。3度になります。で、上は10度かな。ここまで。まあ、10度にすることないやろけどね。10度にすることはないけど、まあ、基本的に冷蔵庫って、ね、冷やすためにある道具なんで、これをちょっともう一回3度に、3度に設定して、ね、こんな感じです。いいでしょ？で、なんかそのエコーモードとかなんかあるんですよ。ね、パワーをちょっと絞って、する機能もついてますんで、ほんと便利。うん。まあね、今さん、ちょっと今、ほら、温度上げたから、ね、誤作動しても、ほら、3度、まあ、3度に設定したから、これ3度のまんまなんですよね。変に触ってもさ、そんな感じですね。ちょっと今温度よ、ちょっと4度上がってしまったけど、今だからこの中の温度が4度っていうことですね。中身これね、こんな感じですわ。こんな感じね。あ、ちょっとこれ入れるの忘れたけど、入れてないね。これね、これこんな感じです。で、これちょっと18リットルで1つ、2種類あるんですよね。24やったかな。1つもう1つ大きいやつあるんですよ。で、これちょっとね、難点っていうか、ペットボトルがね、縦に入らないんですよ。こう。この、蓋が当たって、頭にね。このちょうどこれぐらい出るんかな？頭。だからね、僕ね、これ、100均でさ、この、これ、こいつ、買ってきて、ちょっとサイズ合わせて、これ入れ込んでるんですよ。寝かして、ほら。二段にできるようにしてますんで。これね。ここ。サラダ。ここね。ママさんお手製サラダ入れてますんで。これをだから今週は4日、間ちょっと帰らないんで、4つね。4日分。僕ね、一食派なんですよね。基本的に一食派。で、バナナね。これ4本あったんですけども、2本食べました。2本食べました。で、卵もね、ゆで卵2日経ったんで2個食べました。朝ね、朝ね、卵とこのバナナ食べるようにしてますね。これお茶、ここね、これ麦茶、
麦茶冷やしてます。でこれコーヒーね、コーヒー、アイスコーヒーで、これで飲みやすいように、このこれもだ、こうやってこの、これなんていうの、タンブラ、タンブラっていうの、なんか何だこれここに氷入れてストローさして、これをねこいつ入れるんですよ、入れて呼びでまた入れとくんですよ。でこれね氷入れとって、氷入れてなおかつこの中に入れとったらずっと氷残ってるんですよ。ほんまにすごいよ。そらそうよね。これ昨日あるマグカップか、マグカップタンブラーどっち、わからんけどね、ほえほれほん昨日ほれかほ本かわからんけど、機能がありあるから余計にね、な、冷蔵庫の中に入れといたらね、そら全然温度変わらんよね、うん、こんな感じで。でこれね、これあの炭酸水の中にあのリンゴ酢入れるんですよ。リンゴ、純リンゴ酢、本当のね、あの清涼飲料水のんじゃなしに、あのガチのリンゴ酢ね、ちょっとここちょっとこれぐらい、ここまでちょっと入れる感じ、うん、でやってます。健康第一ねだからいいっすよ、ほんとものすごい便利、これなかったらほんと生活できんというか車中泊できんぐらいのレベルがね、僕はね、うん、こんな感じで使ってます、うん、どうですか、めちゃめちゃいいでしょ、ね、でこれね、昔ね、2年前ぐらいかな、ドンキで買って、ドンキね、ドンキ、清水サービスエリアありますよ、新東名の清水サービスエリア、うん、ちょっと情報を得て、安く売ってるよ、おー、マジで、買いに行くわ、買いに行って、ほんと、その時ね、17,800円だかな、お安っ、もう速攻で買いましたわ、うん、今はね、だいぶ値段上がってる、値段上がってますわ、うん。ほんでこれね、これのまあまあほぼいいとこな、いいとこばっかりなんやけど、欠点が一つあって、欠点ね、まあさっきのあのほらペットボトル立てへんのも欠点やろうけど、だけあのそれはね、もう一つサイズ大きいやつ買えばちょっと背高いよね、それやったら入るんですよそれとこれ蓋もうちょっと薄ね、なんかくり抜けって思うけど、まあそれはしょうがないねで欠点いますよ、あのね、この部分、これね、これあります、この部分、これ僕ね、補強しろでしょ、これ自分、これちょっと僕得意分野なんで、これ作ってね、つけました。買ってね、ほんと1ヶ月も経たんうちにね、ここね、ほらちょっと後歩き割れてるでしょ、割れるんですよ、ポコッと割れてね、まあ使う分にはこれ割れてないところをね、やったらね使えるんやけどね、気持ち悪いじゃん、こっち半分割れててふにゃふになったからさ、これちょっと僕補強しました。だからもうずっとこれ使えてるよ、うん、ねえ、ほんでやっぱりこれね、多分欠点やもん、製造設計ミスなんかな、展示してるみんなそう、あの大きいサイズのやつも展示しとったけど、それも割れてるんや、うん、ええー、やっぱりあれなんかな、製造設計上のミスでやっぱり弱いんかな、振動にこのね、これこうバーンってやった時に多分ここ衝撃あるんかな、よくわからんけど、うん、多分そうやと思う、ね、で僕はねこうやって補強したんで、もう全く問題なく使えます。今は知らんよ、今はもしかしてなんか改良ね加えられて補強してるんかもしれんけど、ちょっと現状ちょっとわかりませんで、ぜひね、これあのアマゾンでも売ってますんで、ね、ドンキーのブランドとして、どうあります、今どうってありますやん、あれのブランドとして買ったけども、同じやつアマゾンで売ってますわ、これと同じやつ、全く同じ、品番違うけどね、うんうん、ぜひねこれね、ちょっとね持ってない人はね買ってみてくださいね、ものすごく便利からまあそんな感じでこれね、もう置いてるんですよ、これ台作ってるんです、台にこうね、僕の得意分野自作で DIY でね使いますよ、いつも、ね、これもう必需品、これね、バナナどうでもいい
ぜひね、もう本当便利んで、これじゃなくても、これじゃなくてもね、もう冷蔵庫はね、車載冷蔵庫、もう絶対、絶対、夏場特に、ね、ぬるいね、コーヒーとかね、飲み物飲むように、やっぱ冷たーいね、飲み物飲んだ方が絶対、ね、汗かいた後は絶対いいんで、まあ、よかったら買って、試してみてくださいね。まあそんな感じで、よろしくお願いします冷えるよタノチャンネル、最後までご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。